白井健三は日本の元体操競技選手、日本体育大学の助教である。2013年に床運動で男子史上最年少の17歳1ヶ月で世界選手権金メダルを獲得。これまでに床運動と跳馬において6個の技を主要国際大会で初めて成功させ、それらの技には白井を含む名前が付けられている。実刑2人が体操をしていたため、 自身も3歳より体操を始める。2005年、小学校3年の時に両親が設立した、鶴見ジュニア体操クラブに入り、本格的に体操競技に取り組み始める。2011年、横浜市立寺を中学校3年時に全日本、体操競技個人種目別編集権大会に出場、床運動にて2位に食い込んで注目を集めた。2012年、 神奈川県立岸根高等学校に入学。その年に、福建省保電子で開催された第5回アジア体操競技選手権では16歳ながら日本代表に選出され、男子種目別床運動で1 5 2 2個点をマークして優勝を飾った。2013年第67回全日本体操競技団体種目別選手権大会男子種目別の床運動では、 第一人者の内村公平や加藤良大らが欠場する中、F 難度の後方中返り4回ひねりを決めるなど、計22.5回ものひねりを入れた構成をやって、のけ15.900点をマークして優勝。内村や加藤も驚くほど高いひねりの技術をこの大会で見せ、第44回アントウェルペン世界体操選手権、日本代表に選出された。 内村は高く評価している。10月の世界体操選手権の種目別予選では、床運動で審議、後方審審中帰り4回ひねりと、前方審審中帰り3回ひねりを、長場でも審議、審審ゆるチェンコ3回ひねりを成功させ、国際体操連盟よりそれぞれ、白井、白井に、白井、キムヒフンと命名された。10月5日に行われた。 種目別の床運動決勝では16.000点をマークし、金メダルを獲得した。この驚異的な成績から国内では、ひねり、王子、海外では、ミスターツイストと称賛され、一躍注目を集めた。当初は大会期間中に、白井、白井、キムヒフンについては、命名が決定していたが、大会後の2013年10月25日に、 世界選手権大会で披露した前方心進,進中返り3回ひねりについて国際体操連盟の審議により主要国際大会で初めて成功したと認められると判定しこの技を白井2とすることが決まった後に白井は白井軍に名称が変更された2014年9月4日男子史上最年少の17歳1ヶ月での世界 選手権金メダル獲得と床運動で初めて広報新進中がいる4回ひねりを成功させたことに対してギネス世界記録に認定されたことが発表された。2015年により日本体育大学に進学した。2015年世界体操競技選手権では37年ぶりの団体優勝に貢献し、種目別床では金メダルを得た。 2015年12月の豊田国際体操競技大会において広報心身2回宙返り3回ひねりを成功させ翌年2月13日に国際体操連盟より白井さんと命名された2016年リオデジャネイロオリンピックでオリンピック初出場を果たす団体総合の決勝で跳馬と床運動で演技し金メダルを獲得種目別決勝には 床運動と跳馬に出場。床運動では、金メダルも期待されていたが着地の失敗や細かなミスなどを連発してしまい、同種目4位に終わった。そして、跳馬においては、リオデジャネイロオリンピックのためにおいていた、真偽白井にを1本目で見事に成功させ、同メダルを獲得した。同種目のメダル獲得は1984年、ロサンゼルスオリンピックで、 銀メダルを獲得した森末真二と具志堅工事以来32年ぶりの開挙となった。11月、指示法賞を受賞。2017年世界体操競技選手権では、床運動と跳馬で金メダルを獲得したほか、個人総合にも出場。怪我で出場できなかった内村が見守る中、銅メダルを獲得した。2021年6月16日に、 現役引退を表明した。ZIP2021 年、長馬は同じく成功した、韓国の金博志君との連盟。同選手権で成功させた、ベトナムのトゥアンダットグエンとの連盟。ありがとうございます。